はい、というわけで皆さんこんにちは。エミリンこと大松エミです。とっても清々しいですね。見てください、この緑。もう私が緑になってしまって溶け込んでしまったのかと思うかばかりの緑。というわけで本日から断食4泊5日の旅が始まります。わーい。今回ね、特別撮影協力をいただきまして、こちらアイウェルネスさんというところに今から行かせていただきます。こちらね、ファスティングホテルっていうのは、でも本当にファスティングをするためのホテルみたいな感じでね、それを売りでされている、まあそれのプロみたいな感じのとこだと思うので、安全にちゃんとプロ監修のもと断食をするので、危ないんじゃないのとか、そこはご安心くださいっていうのを念頭に置いておきまして、めっちゃなんかいいんだけど、すごいなんかさ、可愛らしいコテージみたいな感じです。はい、中に入りました。すごいめっちゃいい感じです。こんな感じで、すごい綺麗だわ。断食グッズみたいなのとか買ったりとかして、あ、すごいいろいろある。あっちでもう先に受付は済ませてきてましたので、今から健康チェックシートみたいなやつを書いて、そっからマッサージが受けれるみたいです。イエーイ。この辺ちょっといろいろ買って帰ろうかな。はい、というわけでちょっとお部屋に行ってきます。私の部屋はここですね。21012。に大松様ってちゃんと書いてくれてる。失礼します。失礼します。お疲れ様です。あ、いいじゃない、洋室の部屋となっております。あ、いいね。ここでさ、ほら YouTube も撮れるよ。 YouTuber みたいな画角あるもん。でちゃんとしっかりとベッドがあって、冷蔵庫もついてるから、お水とかお茶とか冷やせて、テレビもあると。で、お部屋にちゃんとお茶とかを用意してくれてる。あ、ホテルだね、本当に。ちゃんとホテル。あ、嬉しい。なんかちゃんとメッセージも書いてくれてる。朝なんだが。ここトイレ？あ、ちゃんとトイレもある。ちょっとした洗面台とトイレもちゃんとある。あ、嬉しい。はい、というわけでこれから4泊5日の断食生活が始まるわけです。頑張ろうね、お部屋。イエイ。外もいい感じに。自然で。はい、というわけでとりあえずね、こんな感じで健康チェックシートをまずは入所前に書かなくちゃいけないらしいので書かせていただきます。なんでこのボロボロのネイル外さずに来ちゃったんだろう。除光液とか持ってきてないわけですよ。っていうのと、メンマにやられた傷が痛々しいっていうのね。あ、メンマに会いたい。メンマに会いたいよ。あ、猫ちゃんはね、あのカレピピ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 ピに住み込みでお世話していただいております。私の家にだから今住んでます。結構ね、私その旅行とか、まあ、企画とかで出かけることとかも多いから、そういう時猫ちゃんどうするのっていうよくあるんですけれども、カレピピ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 ピに頼むか、あとは私一人友達兼スタッフでお願いしている人がいるので、その人にもう一番最初に猫ちゃんをお家に迎える時から、急な外出とかがある時はお仕事としてお願いしたいっていう風にお願いしてるから、なんとかなるっていうのと、あといつもお世話になってる動物病院もペットホテルを建設しているところで、そこにも何かあったらお願いしますというようなかかりつけ医にお願いしているので、必ずなんとかなるようにはしてから出かけているので、そこはご安心ください。いつも猫ちゃんの心配してくれてありがとう。みんな可愛がってくれてありがとうね。こちらの方はあのリフレッシュルームって言いまして、はい、体をこうほぐしたりとか温めたりとか、すごいリラックスとか、そういう機会を受けていただくんですね。ですごい。その人の気になる症状に合わせて乗っていただくんですけど、はい、で、腕の疲れ、肩こり、眠りが浅いということ、はい、まあ、最初なのでちょっと体軽くほぐすのからいきましょう。はい、ありがとうございます。すごい。ウォーターベッドになってるんですが、すごい。これあのマットの下からですね、この波みたいな、はい、水流を当てて表面からこう刺激しながらほぐしていくと。あ、本当だ、すごい。めちゃくちゃ水や。うわ、すごい。波がギュインギュイン言ってる。気持ちいい。眠くなる。わあ、これ好き。一瞬のうちにこんな遠い目しちゃってるもん。一回なんかみんなどういうタイムスケジュールで動いてるか知りたいと思うから軽く説明するね。今1日目朝10時ぐらいの電車に乗って、12時半ぐらいとかに着いて、1時ぐらいにここに入って、今が2時ぐらいです。おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい、というわけで今から計測です。62.6kg でした。そうしましたら今度はお腹の周りの方ですね。そしたら血圧を測りますね。はい、はい、はい、ありがとうございます。いいですよ。こんな感じです。お願いします。はい、体重を見て、うんうんうん、でこれからどういう風にここでやっていきたいかみたいな話をして、はい、でスケジュールもちょっと決めていくんですけど、うんうん、はい、うん、じゃあそんな感じでカウンセリングを行いました。というわけで今からマッサージです。
お願いします。今日担当します。須藤さん。須藤さんよろしくお願いします。はい。辛いの肩と？肩首はすごい凝ってるなっていう感じがします。眠りの浅いと。そうですね。何目覚めちゃった。よく目覚めちゃったりとか最近するのと、その睡眠するまでにすごい時間がかかります。最初だけちょっとどんな感じか、はい、体と関係あるか。やっぱそうなんですね。もちろん良い睡眠には。で、背中張ってる人は足も張ってるので、最初足から。はい。素晴らしいことが多いじゃないですか。あ、そうですね。普段マッサージ受けたりします？行くようにはしてるんですけれども、やっぱ行っても行ってもすぐに固まってしまう感じがします。自分の中で内側から変えないとダメだね。ああ、食生活とかってことですか？28歳で眠りが浅いなんてなかなかないからね。スマホ見てる時間がすごく長いので。スマホ見てる時間結構遅いです。1時とか2時とかに布団に入って結局寝つくの3時、まあね、そうなんですよ。結構じゃ昼夜逆転しちゃってて。スマホの画面とかってあれ交感神経優位するから、基本的に副交神経優位にならないと睡眠に始まらないので、本当だったら11時ぐらいにスマホ触らない。触らない。寝るシステムってものすごい複雑なんだよ。はい、というわけでお疲れ様です。今ね、40分ぐらいマッサージをしてもらって、体がほらで眠くなってきました。鳥の鳴き声が聞こえる。チュンチュン言うたはるわ。チュンチュンだね。あ、で今、そう、今ね、スケジュールとかもいろいろ教えてもらったんですけれども、本当に何も食べない断食は今日と明日、2日間で、3日目、4日目はなんか捕食みたいな感じで、なんかちょっとだけ食べれるんだって。で、とりあえずこの2日間は、この梅の酵母ジュースで1日過ごすらしい。ただいま。とりあえずでも今まだお腹はなんか空いてるっちゃ空いてるけど、まあ別に食べなくてもいけるかなみたいな感じ、なんか不思議な感じ。顔がな丸いんだよな。こういう顔になりたい。こういう顔の人いるじゃん本当に。で、口角ちょっと上がってて鼻こんなんがいい。横から見た時鼻こんなんになりたい。今からオリエンテーションです。よいしょ。というわけで今無事にオリエンテーションも終わりまして、今日のマストでやらなくちゃいけないことは多分全部終わったんですけれども、あ、夜に早速アロマのマッサージをお願いしたので、夜からアロママッサージ受けます。めっちゃよくない？ここマッサージとかそっち系めっちゃできる。まあオプションかかるけど。今5時ぐらい、時間はちょっとしばらくゆっくりしようと思います。ただもうすでにすごくお腹が空いてきた。断食なんですけれども、まあ、4泊5日だから、もう4泊5日全く食べないわけじゃなくて、とりあえず今日と明日ががっつりの断食。酵母ジュース飲んでみよう。初めての酵母ジュースです。1日1本渡されて飲んでいいらしいです。いただきます。うん、まあ、普通に美味しい。なんか梅と酢のジュースみたいな感じ。ちょっと癖強いけど、でも全然普通に美味しい。てかさ、普通にねこの伊豆の周辺の観光地とかに送迎してくれるらしい。それは普通にめちゃくちゃアゲなんだが、私ね絶対行きたい。伊豆シャボテン公園でカピプラに会いに行きたい。だから絶対どっかのタイミングでカピプラに行こうと思うのと、あとね見つけちゃったの見て、猫の博物館あるんだって伊豆。世界のいろんな種類の猫ちゃんがいるらしくて、すごい行きたい。これすっごい行きたい。意外とだから時間はすぐに過ぎそう。今さ、あのカリピピ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 ピに住み込みで働いてもらってるから、やばいじゃん。4泊5日住み込みで働かせてるの。だからさすがになんかお土産とか買っておいてあげないとなと思いながら見てたら、なんかこういうなんかクリアキャンドル体験とかさ、手作りのオルゴール体験とかガラスアート体験とかあったから、ちょっとこれお土産に作って帰ってあげようかなとか思って今調べてました。しばらくちょっとゴロゴロします。お腹空いた。なんか見てこんな感じでね、ファスティング中の水分補給にノンカロリーノンカフェインドリンク売ってる。優しい。なんか飲んだことない感じのさやつあるよ。ねいろいろ飲んでみたい。ハニープッシュティー。かき茶って何、美味しいのかな。あずき茶ルイボスティー。わいいね。そうか、炭酸水も OK なのか。ありがてえ。ちょっとはい、いろいろ買ってみます。あとなんかね日替わりでこうやって自由に飲めるハーブティーも置いといてくれてるので、ちょっといただこうかな。ミントマジックとハニーバニラカモミールですって。ホットルイボスティーもご自由に飲んでください。すごいね、本当にここさ、当たり前だけども断食をするために、断食をするためのとこなんだね。ハニーバニラカモミールからいただきます。ケビーバニラの風味がする。風味っていいね、助かる。あ、結構意外と満たされる。あれからちょっと部屋でゆっくりしまして、今時間が19時になったんですけれども、今からオプションで追加できるアロママッサージを受けに行ってきます。あ、じゃあアロママッサージね、今日はねデトックスボディ&リフトアップ超音波を受けに行ってきます。
どちらにしても最高じゃないというわけで、よし、行ってきます。というわけで皆様、今日も一日が終わります。お疲れ様です。夏マッサージをしっかりと受けまして、いい感じに体温が温まり、いい感じに眠くなってきたので、今日は寝ようと思います。初めてのファスティング1日目。今はマッサージしてもらったことによりいい感じに体がほぐれて眠くなってるので、お腹は空いてるんだけど、お腹が空いてるっていう感情よりも眠いっていう感情の方が大きいので、なんかうわーみたいなのはあんまりないですね。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。え、おやすみなさいって、それってあなたの感想ですよね。やってみ。なんかすっごい眠かったんですけど、急に眠気が飛びました。今目こんなんです。急に覚醒しちゃった。とりあえず寝れないからさ、インスタとか見るじゃん。そしたらさ、目してるがすごくて、インスタってさ、いつもさ自分がよく見てるものを表示されるからさ、自動的に食べ物ばっか出てくるのよ。日頃の行いがインスタグラムに反映されているから、インスタグラム側もお前におすすめするのはこういうの表示しといたら喜ぶんだろうみたいな、分かってらっしゃるから。怖いのよ、あのインスタグラムのシステム。いい確認してもらって大丈夫そう。寝ようとする努力をしようと思います。おはようございます。昨日なんですけれども、結果の後本当になかなか寝つけずに3時4時ぐらいになってしまって、まあ、普段がね昼夜逆転してるからっていうのもあるんですけれども、起きたら12時でした。私はクズです。今日ね、午前中にそのマスターで参加しなきゃダメっていうものがなかったんですけれども、一応自由参加で朝の体操があったりとかあったんですけど、そういうのも全然出れず、起きたら昼でした。ただなんかすごい開放感と、なんか疲労が抜けた感じと、よく寝たーみたいな感じの気持ちよさがすごいです。このね、断食ホテルのいいところは、基本大体のことが全部自由参加なので、自由性を持たせてくれるところがいいですよね。厳しいところとか、なんか断食道場みたいなイメージだったらさ、そういうの許されない。ナウローディング、すぐナウローディングしちゃう。というわけで今日一日頑張りましょう。というわけで今日はね、ちょっと午後からリモート会議が3件ほど入ってて、断食しながらお仕事デーになります。大丈夫かしら。みんな応援しててください、私のこと。朝酵母ジュースを飲もう。昨日さマッサージ行ってる間にお風呂の時間が終わっちゃって、大浴場が閉まっちゃったからお風呂も入ってません。で、朝絶対お風呂入ろうと思ったのに朝も起きれなくてお風呂入ってなくて、というわけで酵母ジュース飲みます。頂戴いたします。美味しい。でもなんかすごいね、飲むと一気に失われた栄養素が体に入ってくるような感じがする。とりあえずまずはリモート会議行ってきます。お疲れ様です。今ね、なんか食べはしてないです。なんか酵母ドリンクみたいなやつだけもらって、そのドリンク飲んで今過ごしてます。はい、お疲れ様です。というわけで今リモート会議一つ目が終わり、ちょっとだけ空き時間なんですけれども、すっごいなんか食べたい。お腹空いたのその先にも言ってるから、なんかお腹空いてるみたいな感じはないの。なんかお腹が鳴るよとか、お腹がというよりはなんかもう普通に食を欲してる、なんか食べたいみたいな、食べたいみたいな方が強いね今。結構なんか辛くなってきた。食べたいし、お家帰りたい。お家帰りたいし、食べたいし、食べたいし、お家帰りたいみたいな感じ。とりあえずちょっと気を紛らわせるためにお散歩でも行っていこうかな。気を紛らわすすすすすすする方法を考えたいと思います。ちょっと散歩行こう。ラプンツェルに UV から守ってもらう。よろしくね、ラプンツェル。わかったわ。私が守ればいいのね。お願いします。なんかよくさ、塗りすぎでしょって言われるんだけど、私がよく言ってるクリニックの先生に聞いてみたら、日焼け止めは塗りすぎぐらいがちょうどいいんですよって言ってたから、クリニックの先生を信じる。はい、お疲れ様です。ずっと部屋にいたから知らなかったんですけれども、外はめちゃくちゃ雨でした。急に音量が、声のボリュームが上がる女、めっちゃ雨だ。なんかいいわ、自然の声がする。でもめっちゃいいよ、なんかこの山々な感じ。山と山が連なって山々してる。何しようね、山下っちゃう。これ危ないよね、このさ、何の地図も見ずにさ、とりあえず歩いてみようって、こういう山道であんまやっちゃいけないことだと思うんだ。まあでもすごいわ、ここはもう本当に都会のいろいろおのおのもろもろに疲れた方が来るにはマジでちょうどいいと思う。
可能であれば虫刺されの薬が欲しいの。昨日虫に刺されたっぽくて足が痒くて歩いて16分のところにある。いいね。あ、さっきの車の道歩くんだ。そうだよね、多分逆側。もう地図読めないんだってば。私わかんない、もうわかんないよバカ。うん、ウォーキングします。レッツウォーキング、イエーイ。お疲れ様です。疲れた。いや、あのさ、一言で言うとここからファインにたどり着かなかったです。あのね、結構山道で上り下りが激しくて、普通に歩くでめちゃくちゃ疲れた。本当に言いたくないんだけど、一番最初に一歩を歩き始めた時点から真逆だった。30分ぐらいかけて歩いたんだけど、30分くらいかけて帰ってきて、残り1時間普通にウォーキングだけして帰ってきた。雨の中、あとこのこれめっちゃ暑い。疲れた。暑い。もう髪型やばい。お風呂入りたい。とりあえず今からあれね、私リモート会議があるんですよ。もう一個頑張ってこのお風呂入ってないウェッティ感を今流行りの濡れ髪ですよみたいな感じにして、なんとか頑張って会議に出ようと思うわ。なんか今ねお腹すいたを通り越してちょっと気持ち悪い感じがある。ちょっと汗だくになっちゃったからさ、雨と汗で濡れたから一回着替えるわ。着替えの様子をね皆さん見たいと思うんですけれども、特別にダメです。ぴゃんぴゃんぴゃん。はい、というわけで無事リモート会議も終わりまして、今からお風呂に入ってきます。なんかねめちゃくちゃなんかぼーっとしてる今。逆にお腹すいたとかもうつらないとか通り越してなんかぼーっとしてる。ぼーちゃん、もうほとんどぼーちゃんと言っても過言ではない感じ。でもまあこの後ね7時半からマッサージがあるから、パッとお風呂入ってきてからマッサージ受けて、その後もうごちゃごちゃ言わずにスッと寝れたらいいなっていう気持ちです。温泉浸かりたいけど、結構ちゃんと浸かったら普通にめちゃくちゃのぼせそう。湯船に浸かるのは3分以内にしてくださいって言われたんだけど、長湯すると危険だから、本当に今確かに3分ぐらいちょっとパチャンって浸かって気持ちいいってなるぐらいしか無理だろうなっていう感じが体感でもしてます。してますね。できます。はい、というわけでお風呂上がってきました。熱い。なんか結構サッと入ってサッと洗ったつもりだったんですけど、やっぱなんだろう、疲れたみたいな、のぼせた感覚が通常よりもしっかりとある感じがするから、きっと何かしらあるんだろうなって感じです。初めての断食だからね、怖いよね。なんかね、これ本当に一人でやると結構危険らしいから。あとなんかね、本当になんかその何、断食の時の症状が辛すぎる人がいるらしくて、頭痛とか気分悪い、そういうのがあればなんか受付に行ったら梅干しとかなんかちょっとしたそういう補給してくれるようなものはいただけるみたいなので、まあ、最悪本当にしんどくなったらお願いしようかなと思うけど、一旦頑張る。とりあえず出して頭乾かして、今からマッサージなので受けに行ってきます。はい、というわけで今マッサージも終わって、もろもろスキンケアとか歯磨きとかして、何もかも終わった状態だとは寝るだけなんですけれども、眠い。お腹すきましたね普通に。とりあえず昨日今日と2日間断食させてもらったので、明日の朝は補食って言ってちょっとだけ食べれるっぽい。それがどうなるかですね。で今日はもうめちゃくちゃお寝坊しちゃったので、明日はちゃんと起きたいなと思ってて、明日は8時からある朝の体操に参加したい。で9時か9時半ぐらいから酸素ボックスっていう疲れとかに効くようなやつに入れるやつがあるから、それに入って、で10時からその補食、11時からなんか明日どこか出かけようかなと思ってる。観光地なのか、近くになんかスパとか温泉があるらしいから、どこかに行けたらいいなと思ってます。というわけで寝たい。お家帰りたい。お家帰りたいよ。猫寝たい。ご飯食べたい。どうして私はご飯が食べれないの。僕ハム太郎なの。私はハム太郎なのかもしれない。もしかしたらハム太郎の類似タレントなのかもしれないし、私はハム太郎本人なのかもしれない。どっちかはまだわからないから、何が本当なのかはこれからみんなの目で確かめてほしい。ここに猫がいるじゃん。で猫にも会いたくなるし、チュー、チュー、チャー、チュー、ひなばちゃん、チュー。おはようございます。3日目の朝です。時刻は今7時50分ぐらいなので、8時からの朝の体操に今日は間に合いそうです。目が開かない。もうほんとさすがに寝起きすぎることもあり、お腹の減りぐらい不具合は今は大丈夫そうです。朝の体操に行ってきます。はい、腰に手をかけて左を向きながら息を吸います。
はい、というわけで朝の体操に行ってきました。この後なんですけれども、とりあえずね9時ぐらいから酸素ボックスっていうのに入って、なんか疲労回復みたいなんで切って、10時から補食っていう、なんかここに来て初めて少しとはいえ食事的なものが取れるので、それをすごい楽しみに今日はできてます。でそれ終わった後はせっかくなのでどっか出かけようかなと思ってます。伊豆の観光でもしようと思います。イエイ。というわけで今から朝の O2 ボックスに行ってきます。うん、これなんか私気になってたんや、ほんまに。なんかで見て酸素ボックスっていうの。はい、というわけで今から O2 ボックスに入ります。こんな感じです。楽しみ。これの中で寝たらめちゃくちゃ体力回復するらしいです。体力回復させたい。初めての O2 ボックスの中です。こんな感じで閉めてスタートで30分。30分、はい、お願いします。うわ、すごい。あ、完全密室空間。これでなんかねめちゃくちゃいっぱい酸素吸えて、なんかもろもろ改善するらしい。中で寝るとすごいいいって言ってた。気圧の関係でめちゃくちゃ耳が詰まるから、飛行機乗った時みたいな感じでうまく耳抜きしてくださいって言われたから、それだけしとく。というわけでちょっとくつろげます。おやすみなさい。もう電気切っちゃう。ねえ君。はい、というわけで今酸素ボックスが終わりまして、次はホットパックっていうのをしてもらってます。なんかあったかいドロドロみたいなやつで背中とお腹を挟まれてます。なんかサンドイッチみたいになってる。さらに酸素ボックスなんですけれども、耳抜きがうまくできなくて頭が痛くなっちゃいました。おやすみなさい。というわけでホットパックからの今全自動マッサージ機みたいなやつやってます。めっちゃいい。眠いよ。はい、というわけで今から捕食、初めてのご飯が食べれるので準備します。キャッホーイ。まあでも今ね気持ち的にはお腹空いたって感じは本当にあんまりない。どっちかっていうと、まあ、昨日からずっと言ってるけど全く食べてないことによる気持ち悪さみたいな方がでかいかもしれない。でなんか人によってはなんか断食よりもその捕食の方が辛いっていう人とかもいるんだって。ちょっとだけ食べれるっていうなんかあれだから余計に辛いのかわかんないけど。というわけで初めての捕食です。ありがとうございます。はい、おかゆになります。はい、野菜スープですね。野菜スープ、はい、こちらも熱いのでご注意ください。はい、梅干しです。はい、ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。すごい、初めての食事は野菜スープと梅干しと、うん、シャバシャバのおかゆ楽しみです。久しぶりの食事。いただきます。スープからいただきます。なんか素材の甘みだけで作りましたみたいな、ほとんど味のないスープなんですけど、めちゃくちゃ美味しい。お粥食べてもらいます。本当にほとんど中身は入っていないお粥って感じかな。あ、美味しい。柔らかく塩味をつけてくれてるんだけど、それがなんか絶妙に美味しい。梅干し、梅干し美味しい。梅干しめっちゃ美味しい。はい、というわけでご飯食べて、その後もう一回なんかマッサージの機械みたいなの受けてもいいよって施設の方が言ってくださったんで受けてきました。で今日なんですけれども、今からお天気がねちょっと曇りで今日は雨ではなさそうなので、猫の博物館に行ってきてからのシャボテン公園に行こうと思います。この断食のつらみを忘れてくる。なんか今日久しぶりにちょっとだけご飯食べて美味しかったんだけど、逆にちょっとお腹すく感覚みたいなのが出てきたかもしれない。昨日までの水分だけの時よりも空腹感みたいなのは出てきたかも。でも怖いのがさ、外の世界に出るわけですよ初めてちゃんと。ってなるとさ、食べ物が売ってるじゃん外って。実はそれがちょっと怖いなっていうのはある。この施設にいるとさ、やっぱさ食べ物を見ることがないから欲しくなりにくいんだけど、外界に出たらいろんな食べ物の誘惑があると思うのね。なんかそれを見ると一気になんか食欲が出てきちゃう気がして、それは怖いけど、まあでもかといってせっかくさ4泊5日で来てるのにこのままこの施設から全く出ずに過ごすっていうのももったいないからさ、せっかく伊豆に来たからさ勇気を出して外の世界に出てみることにするんだけど、なんかどんな風に自分がなっちゃうのかまだちょっと未知数ですね。というわけでホテルの方に遭遇していただいてやってまいりました、猫の博物館。なんかまあ一言で言うとちょっと不気味な感じです。見た目はなんか猫の博物館みたいな、ニャニャーみたいなって感じっていうよりは、ちょっとこの
ちょっとだけなんかいい意味で、いい意味でちょっと不気味ですね。いい意味でね、いい意味でちょっと不気味です。めちゃくちゃ不気味だな。え、待って、めちゃくちゃ不気味だな。いい意味でね。今日土平日だからさ、もしかしたらあんま人いないかも。ドキドキ。こんにちは。というわけで今チケットを買いまして、入り口から向かいますが、不思議な感じ。あ、すごい、ちょっと怖い感じ。虎がいっぱい。あ、怖いかも、ちょっとビビってる。私こういうのちょっとだけ苦手なんだよね。なんか突然動き出しそうな気がして。でも順路だからここ行かないとあれだもんな。あ、びっくりした。ちょっと待って、びっくりした。すいません、ここを通らずに猫ちゃんに会う方法はないですか？本当にすいません、私どうしても苦手で。どうしよう、本当に失礼なことをしてしまったし。いいです、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい、動き出しそうで怖いんですよね。待って、びっくりする。あー怖い。すごい、標本系が苦手で。めちゃくちゃリアルな標本がたくさんあって。あ、よかった、生きてる猫だ。かわいい猫がいる。かわいい、あら、かわいい子がいるね。アメリカンショートヘアのひなたちゃん。いろんな猫が。ノルウェジアンフォレストキャット。かわいい、かわいい顔してるね。触りたい。着物かと思うぐらいおとなしい猫ちゃんがいる。エキゾチックショートヘア。待って、ご飯食べてる。何食べてるの、ご飯。かわいい、かわいいよ。かわいいね、ご飯食べ、ありがとう、カメラ目線くれてね。美味しそうなご飯食べてるね。めちゃくちゃ見せつけてくるやん。私が今ご飯食べていないことを知ってか。美味しそうだね。あたりにそのご飯恵んでくれるのかい。頑張って食べてるね。休憩時間とかはちゃんと設けられてるんだろう。マンチカン、さっきの子マンチカンだったんだ。うちのね、メンマはマンチカンとペルシャのハーフちゃんのミネットちゃんで、トロロちゃんはマンチカンなので、なんか同じ匂いを感じます。かわいい。男の子だった、ジャスパーくん。かわいいお顔。ご飯美味しそうだね。いいね、ご飯食べれてね。すごいね、寝顔かわいい。すごい、めっちゃいろんな猫がいる。キゾチックショートヘアのナッツくん。かわいい。お目目がどこにあるのかわかんないぐらい潰れた顔で寝てる。かわいすぎる。かわいすぎるんだが。はい、なんか猫の美術館みたいなコーナーがあるんですけど、なんかさ、なんかちょっと怖いのよ、全体的に。なんかずっとね、今ね、胸がドキドキしてる。なんか独特な世界観があるよね。なんでこんな絶妙に私ちょっとここにすごい怖さを感じるのかわかんないんだけど、すごいな。はい、ザクでお疲れ様です。怪しい猫博物館を終わりまして、またね、あのホテルの方が、またね、写真ホテルの方がまたね、あの猫の博物館まで来てくださって、次は伊豆シャボテン動物公園に来ました。そこまで送ってくれました。入った瞬間にね、普通に道端にクジャクがいた。え、すごい、めっちゃ開いてる羽。かっこいい、すごい。こんな道端に普通にいていいのか、駅には。お、飛ぶんだね。ラマ、あ、ラマご飯食べてんの。うん。あ、いや。なんか舐めてる。何これ？何食べてるんだい？あなたは。かわいい。まつげふさふさ。ね。ベロベロして。うん。うん。ベロベロして。あ、かわいい。あ、ペロペロかわいい。そのベロベロすごいと思う、私。あなたの。あれ？なんか来た、友達。あ、ペロ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 。あ、ペロペロ。うん、ペロペロ。ピロピロだね。めっちゃ可愛くない？この正面のピロピロ。すごい。ラマですごい時間取っちゃった。というわけで今ね、いろいろと見ながら奥の方まで来たんですけれども、誰もいない。あそこにクジャク歩いてるぐらいで、私とクジャクしかいないんだが今。どういう世界線？あんまないぜ。今後の人生。クジャクしかいない世界線。今ね、アニマルボートツアーズっていう、ボートに乗って餌あげに行ったりできるやつがあるらしくて、これを予約してきた。ただ雨と霧が結構すごい。なんか、そう、カメラでどこまで伝わるかわかんないけど、全体的にすっごいもやがかかってて、雨もずっと降ってる。あ、ここだ、カピバラ。わーい、カピバラ見たかったな。待って、めっちゃかわいい、めちゃくちゃかわいい。カピバラのご飯、美味しそうな野菜ですね。キャベツかな。いいね、カピバラさん、キャベツ食べれてね。いいね。というわけで200円でカピバラのご飯を買って、カピバラちゃんと仲良くなります。すごい、めちゃくちゃみんな待ってくれてる。あ、ご飯の時間なんだ。すごい、ちょうどご飯の時間に来ちゃった。今おやつ買っちゃったんだけどさ、どうしよう、ご飯の時間だったっぽくて、あまりみんな興味持ってない。ね、可愛すぎ。美味しいね。
全員大集合で入り乱れてる。そして来てくれない私のご飯。あの、すいません、おやつあるんですけど、すいません。大丈夫そう、美味しいよね。あ、食べて。あ、嬉しい、来てくれたの。あ、うお、びっくりした。めちゃくちゃ急に来るシステムなのね、君は。かわいい。よかった、キャベツ買って。あなたが来てくれたおかげでキャベツを買った意味が見出せたわ。かわいい。どうぞ。いい音、 ASMR。 ありがとう、カピバラちゃんたち。はい、つかの間のスーパー誘惑タイムです。うわー、赤い味ソフト、カレーもね、美味しいよね。アイスめっちゃ種類あるね。これいつものね、食べ放題エミリン動画だったらもう確実にこの辺全制覇してたんですけれども、今日のエミリンチャンネルはもうそんなんじゃない。森の動物レストランも行かない。ラーメン食べたい。福山雅治が出てきちゃった。というわけで今からアニマルボートツアーズに乗ってきます。私、飯田と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。羽が白っぽい方がヨーロッパフラミンゴ、ピンク色の方がチリフラミンゴと言います。こちらはデフロイクモザルというお猿さんです。手足が長くて尻尾でぶら下がっている姿が雲が糸を垂らしているように見えるので、そこからクモザルとお名前ついています。休憩中ですね。かわいい。左側ではご飯をねあげられる場所がございます。冷蔵庫の中にですね、魚の切り身が入っておりますので、ペリカンさんね、近くに来ましたらぜひご飯あげてみてください。魚では橋をくぐります。はい、では到着いたしました。今ね、ワオキツネザルがいる島に降りさせてもらってご飯をあげれるそうです。楽しみもらいました。あ、来た。かわいい。まさにね。はい、どうぞ。すごい。かわいい。めちゃくちゃかわいいやん。すごい、乗ってきた。かわいい。かわいすぎる。え、超かわいくない？今乗っておくの？そのまま君。いいよ、全然。私はこのまま帰っても何ら問題ないよ。もちり、もちりプリプリ。食べる。食べるのかい？あ、すごい、よくわかってる。かわいい。はい、というわけで楽しかった。なんかリアルジャングルクルーズみたいで、わー、キツネザルかわいい。この後ね、なんかアニマルショーみたいな1時半からあるって書いてあったから、アニマルショー見て帰ろうかな。園内にね、60羽のクジャクが放し飼いにされてるらしくて、通りでたくさんクジャクを見かけるわけだと思った。リスザルも放し飼いされてるらしい。アニマルショー見ます。めちゃくちゃ鳥が飛び交ってる。賢い。はい、というわけで今チンパンジーの餌やりしてます。人参今ね、餌待ちされてる。すごいね、めちゃくちゃ待つじゃん。餌やり口がこんな感じだって、ここに入れてこの棒でお寿司みたいに失礼します。はい、量だね。ちょっと違うことにもあげたいな。こっち側は興味ないと。すごいね、背向けちゃってるもん。さっきの子にあげるか。あ、すごかったもんね。あ、待ってた、いたの君。まだ黄色じゃないのよ。人参にしようか、次。人参あげよう。じゃあ来ましたやな、早くでね。で、これで届いて。美味しそうに食べるね、人参。なんか幸せそうに食べるね、この子。いいわ、あげがやるわ。一口でいかずにこうチビチビと。美味しいね、かわいい。え、もう早く食べないよ。何それ、もったいぶるタイプだね、あなたは。ちょっとずつちょっとずつね、一気に食べたらもったいないもんな。うん、ちょっと食べて、うん、ちょっと出して。あ、そうなんだ、一気に食べたらもったいないもんね。わかる、私もその食べ方よくするもん。なんか、え、何した、なんで出した。やっぱ一気に食べたらもったいないかもってなった。寝るんじゃないのよ。面白い子だね、君は。もう後ろでさ、寝てる子はもう絶対に人間だもんな。かわいい。はい、というわけで帰ってきました。ただいまです。楽しかった、伊豆シャボテン公園。え、これ博物館はね、怖かった。私はあくまでも個人の感想です。なんか人と言ったらまた違うのかもしれない。猫の博物館でなんか猫のジップロックみたいなの使っちゃった。かわいい。ちっちゃい手紙書くやつ買っちゃった。かわいい。結構楽しんで、今夕方4時ぐらいかな。またゆっくり行きたいな。かわいかった。でもなんかチンパンジーが人参チビチビ食べてたの美味しそうだったな。ちょっと休みます。
というわけで17時になりましたので捕食のお時間でございます。食欲っていうより気力がちょっとなくなってきた感じがする。ずっとぼーっとしてる夜の食です。ほぼ、まあ、朝と同じですが、おかゆと野菜スープになんか具が1個入ったやつとふりかけですね。いただきます。はい、というわけでファスティング生活3日目なんですけれども、なんか食べるっていう気力があんまりなくなってきた。なんかすっごいぼーっとしちゃって、お腹空いてるはずなんだけどなんか全然食べれなくて半分ぐらい残しちゃった。あんだけの量なのに、やばくない？おやすみなさい。はい、というわけで今日も一日が終わりました。お疲れ様です。時刻は21時。お腹すいたな。なんかでも分かった、多分今は食べ物がない施設に今隔離されてる状態じゃないですか。だから脳みそがそのモードに切り替わるのね。今は食べれないんだみたいな、そのモードに切り替わるから思ったよりは辛くないんだけど、それを取っ払ったらめっちゃ辛いと思う。完全に固形物取らない断食期間よりもちょっとだけ食べれる補食期間の方が確かに辛いかも。恋愛と一緒だと思う。最初からもう絶対叶わない恋って分かってたら、なんか諦めがつくというか、もう絶対食べれませんよって言われてたら、そうだよね、最初から食べれないって分かってるもんねみたいな感じで脳みそも体も諦めてるんだけど、捕食期間に入ると中途半端に少し物を食べれることによって多分なんか体が期待しちゃうのかな、なんかえみたいな、もしかしてもっと食べれるのみたいな、中途半端に食欲が出てくるというかっていう感じ。今あの恋愛と一緒だなと思った。あとやっぱなんか動物園とか博物館とかはちょっと気が紛れた感じはする。すごい楽しく過ごせた。生き物と触れ合ってる時とかは忘れられるから、この環境はでもいいなと思いました。もう今日は充実した一日だったな。ラマ可愛かったな。ラマ可愛かった。ピエロピエロしてるラマ可愛かったなって感じです。それでは皆さんおやすみなさい。明日も頑張って朝起きて、起きれたら朝の体操を参加させてもらおうと思ってます。はい、というわけでおはようございます。今日がラスト断食です。非常に体調が悪いです。はい、何だろう、今日はちょっと体調が悪くて、今日ね朝8時半ぐらいに起きてなんか針治療してもらって、でもその時点でなんかやっぱ体調が悪くて、その後10時から補食、なんかちょっとしたご飯みたいなやつが食べれるやつだったんですけれども、気分が悪くて行くことができず眠りにつきまして、気づけばお昼でした。体のだるい感じとか気分悪い感じとかちょっと体調悪くなる感じはあるんだけど、いい気持ち悪さって言ったら悪いかもしれないけど、どういう表現が正しいのかわからないけど、毒素が抜けていってる気持ち悪さというか、体調悪いんだけど嫌な体調の悪さじゃなかったみたいな、なんか言い方がすごい難しい、なんかすごいね取ってつけたような言い方になるんだけど、でも本当にそうなのって感じだったからいいかなと思った。今日はぐっすり眠ってそのご褒美食をいただいてお家に帰ります。お家に帰って何食べよう、楽しみ。てかまずご褒美食が楽しみ。どんなのが出るかわかんないんだけど、ちゃんと栄養の取れた普通の朝ごはんがいただけるみたいです。イエイ。しっかりと荷物を整えて部屋もきれいにして明日の対象をしようと思います。短いようで長く、長いようで短かった4泊5日でしたが、明日お家に帰れます。嬉しい。いや、ここの施設に別に不満はないし、もうちょっといろよって言われたら別に入れるぐらいの快適さはあるんだけれども、猫様たちに会いたいっていうのと、友達とかに会いたいっていうのと、彼ピピ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 ピとかにも会いたいよねっていうのは普通にあるよねって感じです。優しい世界。バイバーイ。